松本です。2007年にジャイアンツに入団し、育成選手としてスタートを切りました。11年間現役生活を送ることができました。これまでに携わった監督、コーチ、選手、裏方の皆さん、スタッフの皆さん、そしてジャイアンツ関係の皆様のご指導、サポートのおかげで11年間プレーすることができました。本当にありがとうございました。ジャイアンツファンの皆様、いつも温かいご声援を本当にありがとうございました。自分にとって本当心強く勇気を持ってプレーすることができました。プロ野球選手としては小さい体ですが、その小さな体を後押ししてくれ、自分にとってすごいいいプレーすることができました。本当にありがとうございました。そして一番の支えであり一番の理解者である家族へ、妻麻美、いい時も苦しい時も、どんな時でも支えてくれて、それが毎日頑張れることができました。本当にありがとう。子供たちからの頑張ってね、ヒットを打ってねという言葉も本当に頑張れることができました。ありがとう。この11年でいろいろな方々と出会い、いろいろなことを経験、勉強させていただきました。本当に幸せな時間を過ごすことができました。これからコーチになります。僕には夢は正夢という好きな言葉があります。その夢を指導者として次の夢に向かって、それが正夢になれるようこれからもっと頑張っていきたいと思います。11年間本当にありがとうございました。